ラブストーリーからヒューマンドラマ、コメディードラマまで、心にじんわりしみる日本映画専門チャンネルならではの良質な作品をバラエティ豊かにお届け。第二次大戦後、シベリアの強制収容所ラーゲリに抑留された実在の人物、山本武雄の半生を追ったノンフィクション小説を映画化した、ラーゲリより愛を込めて、過酷な収容所の環境下で家族と再会するという希望を捨てずに生きた山本を二宮和也が、満州で離れ離れになった夫を日本で待ち続ける妻、文字見を北川景子が演じた。仲間たちに希望を与える一方で、自らは癌に体を蝕まれていく山本を体現した二宮の熱演も胸に迫るが、山本の仲間の抑留者を演じた松坂すもも、中島健人、桐ヶ谷敦健太、安田顕の存在感も素晴らしい。松坂が演じたのは、戦場で戦友の死に直面し、その後自分が取った卑怯な行動が忘れられない松田健さん。彼は山本に心を開こうとするが、その結果として卑怯者である自分を再確認することになり、より深い傷を心に負う。中島が演じたのは、山本に文字を教わり成長していく青年、新谷武雄。霧がやつがふんふんするのは、軍曹という地位にしがみつくことで自分を保とうとしている相沢光雄。そして安田が演じたのは、山本と同郷の英雄で収容所での生活で人格がすっかり変わってしまった原幸彦。戦争によって自分を見失ってしまった彼らが、いかにして自分の戦いの場を見つけていくのか。4人の存在が二宮の作り上げた山本というキャラクターに深みを与えている。物語の主軸は山本の家族への愛だが、他の抑留者たちも国に残してきた家族に深い愛情を抱いているのは同じ。家族に手紙を書き、家族からの手紙を待ちわびる彼らの姿から多くのメッセージが伝わってくるはずだ。